羊のサンデーマトンナイト。2021年12月12日日曜日、1212ということでね、はい、皆さん今日何の日ですか？まあね、僕はね、何の日か知らないんですけども。まあね、なんか12が揃ったってことはね、何かしらの日なんではないんでしょうか。ということで。はい、どうもこんばんは、羊です。はい。いや、ちょっと今日ね、地震？いや、東京の方でね、ちょっと地震来たんですけども、いやー、怖かったね。皆さん大丈夫でしたかね？はい。いや、もう本当に、そろそろね、大きな地震にね、備えてっていうか、まあ、本格的にね、備えといた方がいいのかもしれませんね。ほんと皆さん、気をつけてお過ごしくださいと。はい、いうことでね。前回からね、募集しております。クリスマスにやってほしい、ゲームなどがありましたらね、どんどん、コメントに書いていただけたらなと思いますので、はい、ぜひね、皆さん、全然最近ね、コメント来てないんでね。ぜひ皆さんね、ね、何でもいいので、コメントくれたら嬉しいです。このラジオのね、はい、ラジオのコメント欄にね、コメントしてください。はい、ね、もう、ほんと今日も何喋るかね、何も決めてないんですけど、はい、ね、コメント来ないと、ラジオの内容がね、僕の、内容の薄いフリートークになっちゃうんでね。ぜひ皆さんコメントお待ちしております。はい。ということで、何喋ろうか。本当にもう、何も決めてないんだけど。僕の視聴者さんの中で、中に、アニメ好きの方いないんですかね。はい。ちょっと、アニメのことについてね、いろいろ語りたいななんて思ってるんだけどね。いませんかね、ということで、いると信じて、2021年、一番面白かったなって思うアニメ、ぜひ皆さん教えてください。はい。はい。一番面白かったなって思ったね、アニメあったら、もしね、あったらお聞かせください。ということでね、これでね、まあ何かしらコメントくれでしょう。はい。ということでね、もう12月もね、はい、半分が過ぎようとしてますけども、もう今年もあっという間にね、このまま、あっという間に終わってしまいますね。はい、皆さん、最近ね、また寒くなってきたり、まあ、暖かい日もあるけど、はい、体に気をつけて、12月駆け抜けて、2021年駆け抜けましょう！ではまた来週！